4時か。今から彼は十分に間に合うんだ。今日は少しでも見逃さないようになるのだ。さっさればストリートリガチスペシャルだぞ。ここで抜けられたものじゃないが、アニメは日本が誇る立派なエンターテインメントだ。当然違いじゃない。おっと危ない。こっちの道はやめておくか。最近のやつどこだ。かなりいい配慮を見せて、昨日ついに秘密が解散したぜ。最近見たのやだ。秘密付き。いやいや、アジトな。ご援助します。最近なんだ。最近はまあ世話になったな。その俺に僕は返せるしむ。わしも招待してあげるんだ。ご援助します。そもそも僕にお礼をしたいなら、今日は放り通してほしい。先生、まあいい、家まで30分で着く。もう少し様子を。まずいことになった。ここを入り、くくれます。ここは高いよ。最近は靴を取りに来たとき、ここから飛び出してあいつを驚かせてやろう。そしてして。さっきから何倍か難しくなったじゃないか。もちろん僕は論外だ。放送の瞬間から視聴者がネタバレの声が容赦なく入ってくる。主人公は仕方ない。あれくらい行くか。透明人間だ。ここの能力はすがすがにやりやらして実体はある。つまり物に触れることもできる。しかし欠点もある。タイムリミットは10分。さらに厄介なのは他人から触れられたら解除される点だ。とにかく気をつけて行動せよ。いきなりゲームオーバーするところだった。しかし、年々の位置を受け入れたのは幸運かもしれない。この能力で一番昇進はあいつだからな。あとは油断せずにいけば。どこにいるんだ。ここだ。一応2年前のお友達のために僕の姿が分かるようにしよう。なるほど。海外のプロデューサーはこれだな。みんな集まってくれたのはこいつもだ。これでもしますやつはいない。悪いな。今からいいっすか、サイキさん。弟の先生。あかんかお前。サイキさん、お前もしました。